山春樹調教師にデアリングタクトのお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは中間の様子から教えてください。まあ、前走エリザベス女王杯からまあ中一周というローテーションなんですけれども、まあ前走後まあそれなりに、レースの疲労っていうのはまあ当然トム、まあ、特にトムというか後ろの方に感じられたんですけど、まあ、治療してやったら、すぐ、週末には良くなったので、まあ、現状問題ないかなという感じです。前回と変わりない感じで出走できそうですか？まあ、担当の、まあ、ずっと乗ってる持ち乗り助手に話は聞いてますけど、エリザベス女王杯の時と、変わりないと言ってました。最終追い切りは半路で行われました。評価していただけますか？はい、まあ、今週の火曜日の馬体重が、まあ、490ちょっとと、まあしっかり戻ってたので、まあ、可愛がる必要ないかなと思って、まあ、いつも通りの東海市の追い切りに近い感じでやりました。デビュー以来初めての中一周での競馬ということになりますけれども、仕上がりは問題ないということですかね？そうですね。まあ当然3歳の時とかは馬もずっと気負ってたり、結構スイッチが入りやすいところもあって、その当時に比べたらやはり小腹らしいというか、かなりスイッチの温度がはっきりしたので、まあ、その分疲労の回復も当時に比べればだいぶ違いますし、まあ、今のデアリングタクトなら中1周でも、いい状態で臨めるんじゃないかと思って判断しました。前走のエリザベス女王杯を振り返っていただけますか？はい、そうですね、やはり当日結構雨が降ってしまって、まあ、当然阪神もずっと使ってますから、まあ、1回目振り出すとやはりうちの方がかなりぬかるんでしまって、まあ、枠順的にもどうしても馬場の悪いところを終始通らざるを得ないと、まあ、にとってはちょっとかわいそうなタフな競馬になってしまったなというのが印象ですね。現状はできれば両馬場の方が好ましそうですか？まあ、というよりもやはりオールカマーからエリザベス女王杯とどうしても雨の影響っていうのを受けながらの競馬になってしまったので、まあ、両側というかフェアなコンディションで、スムーズな競馬を、見てみたいですね。今回はオークスを制した東京コースが舞台になります。この点についてはどうでしょうか？はい、まあ、エリザベスの後どこ行くかっていうのは当然オーナーサイドとの相談の上ではあるんですけど、有馬記念とか、まあ、そういったところも選択肢になったときに、やはりこの東京の2400っていうのは、まあ、経験もありますし、いい競馬してますから、まあ、それであれば思い切ってジャパンカップへと相性のいいコースだと思っています。枠順は、8番ということになりました。この点についてはどうでしょうか？まあ、極端な枠じゃなければいいなと思ってたので、すごくいいところを引いたなと、思ってます。最後になりますが、今回の見通しをよろしくお願いします。本当に皆さんの応援のおかげというか、こうやって無事に競馬を使わせてもらってるんですけど、あとは本当に周回賞以来の勝利ということで、まあそこを求められている、まあもうよくよく理解しているつもりですし、なんとかもう一花、咲かせられるように牛舎一同精一杯頑張っていきますので、当日は応援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。